今回ちょうど、YouTube のアカウントを作って1年が経ったということで、自分がどういうふうな基本的な、スタンスを持って、知識基礎を持って、描いているのかっていうことを、ちょっと皆さんに向けて解説という形をとってやっていきたいなと思っています。絵っていうのが自分にとっては、言葉、絵は言葉だということをよく言うんですけれども、言葉というからにはやっぱり喋、る、書く被写体、描こうとするモチーフがですね、喋り出すことが必要というわけなんですが、どうやったら喋るのかっていうことなんですね。どうやったらそれが、動き出して喋り出すのかっていうことを、日々、考えながらやってるんですけれども、普通どっちかというと僕はその見たまま書くタイプなので、見たものをそのまま書くタイプだと思うんですが、そういうタイプの人は多いのがやっぱり本当にそのまま静と動で分けたらですね、静、静かな感じでですね、そのまま、映すような感じっていうのかな、むしろしゃべるというよりは喋らないというような感じで描くっていうことが多いと思うんですけど、僕は、絵画っていうものは、ものは、ものを描くときですね、人物でもものですけれども、ものを描くときに絵に描くと喋り出すということが、楽しいということなんですね。で、喋らないものをもともとは喋らないものを喋らないままに書く、っていうことを結構な人はやってると思うんですけれども、喋らせていいと思うんですね。で、その喋らせ方、言葉に、ものを言葉に変えるっていうことなんですね。どうやったらものに言葉が、ものが言葉に変わるのか。言葉っていうのは、ですね、一つのことを喋るんではなくて、見る人によって違う言葉に見えるっていうことですね。見る人によって違う言葉が聞こえるっていうことなんですね。自分がそのものを言葉に変換して、見る人はその言葉を自分の心の鏡で、聞くというような感じだから、100人いたら100人違うような、言葉が、そこに現れるというのが普通の絵だと思います。で、喋らないように描こうとしている人が結構いる中で、どうやって喋、る絵を描くのはなぜか、そしてまた喋、る絵が、どういうものなのかということですね、やっていきたいと思いますけれども、まず喋らすモチーフがあって、それを描くときにどうやったら喋らせることができるのか、それは、現実のモチーフと絵が違うということがよく分かっていることが必要になると思います。そうですね、やっぱり現実と絵が一緒だと、現実のように描きたいと思う人は、絵が絵じゃない感じになってくるんですね。だけどもそれが絵だということがよくわかることで、現実のものはそこに命が吹き込まれて喋り出すということなんですね。今見てるこれ柚子なんですけれども、これを描くときにそっくりそのまま写すということを、自分はやるんですけれども、その写し方ですね、
ものを見て描く描き方っていうことの僕の持ってる基礎教えれるようなものではないですけれども、非常に簡単な基礎なので、あ、ちょっと知ってもらおうかなと思っています。画面に映す限りは、このものがですね、絶対に変化します。絶対に変化するので、このものじゃないことになりますね。一つ、まあ、ゆずで丸っていうことでね、あの丸いものを描く。で、丸いものを描くとこうやって描く。で、こうするともうものが、現実のものじゃなくて、こう、画面のものとは違いますね。ここで出てくるのがですね、あの見るっていうことなんですね。見るっていうことが大切になってくる。見てない絵と 見ている絵っていうのがどうしても分かれてくるんですけれども、見てない絵っていうのですね、これを頑張ってあのゆずにしていこうとするんですね。こうやって、で最後まで、現実を忠実に映そうとして、一見こう現実を観察しているようでですね、あの全然本当は見てない。じゃあなんで見てないのかって言ったらですね、非常に簡単なことなんですけどね、これなんで教えないのかなと思うことがよくあるんですが、ゆずを描く、ゆず描きます、適当に丸描きます、適当に丸を描いたら、この中に、頭の部分、ヘタの部分がどこにあるかなっていうのがもうみんなには描かんでも見えてると思うんですよね。もうだいたいこの辺ですよね。でこうやって描いたら、今度はもうあのどのように影ができてるかなとか、どんな風な自分が見た感じの傾きなのかなって、もうこの中に見えてると思うんですよね。だからですね、例えばそのゆずを、本当に適当に忠実にいろんな角度が本当はあるんですけれども、そうじゃなくて適当に丸を描く。そうする中に、モチーフを見ていくんですね。ヘタがある、ヘタがあって、適当な線がこうあれば、どんな風に、ゆずが机に乗ってるかっていうのがもう見えてきますよね。それが見るということで、その見えたゆずは何によってなっているかというと、この単純な丸と線の2本だけによってなっています。で、この単純な形の中に、明晰にですね、自分の見ているものが見えてくるわけなんですね。でこれをですね、写実的にやっていこうとすると、どんどんこう写していこうとすると、なんかここは違うな、ここは違うなっていう感じで、もうあの現実を見なくなってくるんですね。ただ似せよう似せようとするわけ。そうするとあの見てない絵が出来上がるんですね。でこの似せようとするのは、この現実のゆずに対してもそうなんですけれども、自分の妄想ですね、自分がこういう風な絵を描きたいっていう妄想にも、同じことが言えるんですけど、その妄想に対して概念ですね、こういう絵を描きたいっていう概念や、憧れや、イメージに対して似せよう似せようとする。そうするともう見えない、見ていないものになっちゃうっていうことなんです。それよりも自分が見ること、描くことの中で、この二通りの行為の中で絵を、重ねていくことなんですね。それがシンプルに、見ていく、見て描くことなんですけれども、これはさっきのように、さっき言ったように自分の描きたいイメージもそうであって、イメージがあって、それに対して一つの何か形を描く。そうすることで、この中にその自分のイメージを見ていくということなんですね。でそれがまあ見るということなんだと思います。見るということはですね、中を見る、中を見ていく、同時にまた外はどんな感じかっていうのを見ていくっていうことなんです。で自分は描いたのは、その一つの何でもない抽象的な線
丸なり線なり何でもいいんですけど、でそれは現実とは違いますよね。で現実と違うんですけど、その中に見るのは現実なんです。自分が描いた線の中に見るのは現実。例えば今横に線一つ描いて、これ何見えてくるかっていうことなんですね。その人によって全然違います。でこっから見えてくるのは、例えばここに紙があったとしたらですね、紙があったとしたらこう線を描いたんで、ここで見えてくるのは、例えばですね、ここが海であってここが空であると、この線は関係ないですよね。この線は自分で適当に引いた線けれども、見えてくるのは自分の知ってる風景ですね。うん、っていうことは、見ることの方が今多いわけです。この場面の中ではね、よく見てる絵になるんですね。でこれがよく見てない絵になると、全部こう描こうとするですね。波がこうあるな、こうっていう、こうあるな、いろいろな、このここに向こうにこういう山が見えるな、忠実に描きたいな、綺麗だから忠実に描きたいなってなるんですけど、実はこの一つ線引いた時点でもうすっきり本当は感動が見えてる、そういうことなんですね。でまたこの見るっていう行為を使う絵はですね、下手な方がいい絵が描けるんですね。うまいと描けない、見なくなっちゃうからですね。下手っていうのはですね、例えば僕なんかはこう鉛筆持ってても手が震えるわけなんですね。下手な方が描けるということなんですね。下手な方が描けるということなんですけど、でもこうやって震える手で持ってですね、一つの線を引くとですね、まっすぐ引こうとすると緊張しますけど、適当に引こうとすると別に緊張はしない、引くだけでですね、いろいろなこう鉛筆の質感であったりですね、手の震えによってできる凸凹が出てくるんですね。でさっきと同じように、これに空間を見ていくんですね。自分のいつも見ているものを見る、自分のいつも見ているものの方が絵になるのはこの理由なんですけど、知らない景色とかですね、知らない、人の顔を描くのは難しい、それは見ることができないからですね。で見ることができる絵っていうのは、自分の知ってる風景、自分の知ってる人の顔、自分の知ってる、場所ですね、それを単純な線の中に見ることができるんですね。だから知ってるものを描いてほしいといつも言いますけれども、そういうことですね。で震えてる線、ブレのある線、まっすぐじゃない線の中に何が見えてくるかというと、やはり自分の知ってる風景、例えば海の近くに住んでる人だったら、ここら辺に向こうに向こう岸に山が見えてる場所どこかな、これが水平線だとするとちっちゃく山が向こうに見えてんな、これはあそこかもしれないなっていうことがこう、自分の知ってる風景なら出てくるわけなんですね。でちょっとしたブレが、自分の知ってる風景に変わっていくわけなんですね。これがデッサンが合っているという状態だと思います。でデッサンが合ってる合ってないっていうのがやっぱりありましてですね、デッサンが合ってない絵っていうのは、見ているようで見てない絵、さっき言ったようなもんですね。忠実に描こうとしてどこか一つ欠けてる、欠けている部分がある、 100% 合わないといけないデッサンなはずなのですけれども、どっか欠けてるがために 100% になれないというようなことなんですね。一個、引っ込めたら一個出てくるようなですね、どうしても位置になれないデッサンなんですね。ではなくてですね、 100% デッサンが合う、デッサンというのは 100% 合わなければならないから、100% 合うためには見るんですね。適当に引いた線の中に自分のよく知ってる自分の好きな、自分の見たい風景がそこに見えてくる。そうすると自分の線の全てがですね、形に変わるというようなことなんですね。非常に簡単です。だからですね、誰でも絵は描ける、普通に 見えてる人ならですね、誰でも、単純な線、簡単な線、緊張した線でもいいですし、適当な線でもいいから描く。でその中に自分の知っているもの、描きたいものを見る、描きたい人の顔を見るっていうだけなんですね。
それしか僕はやっていないんです。つまりですね、書きたい人の顔を見る、ということはですね、例えば丸顔の人だったらさっきのゆずみたいな感じですね、丸顔、丸いものを書く。そうするともうこの中にどんな目鼻立ちがあるか、どっちを向いてるかっていうのが、自分の書きたい人と、人がいたらですね、もう見えてくるわけなんですね。一番シンプルな形はこう、そうじゃ、これだけじゃちょっとこう物足りないなと思ったら、やはり鼻と目ぐらい描いてあげようかなっていう気になるわけです。描きましょう。じゃあ、まあ目、あ、横向いてたんかいっていうことなんですね。これだけでですね、この人の傾きにどっち向いてるかっていうのも、その時もしモデルやってくれてたらですね、簡単に見えてくるわけです。あ、向こうこっち見てんのかっていうことになれば、こっち見てることになりますよね。うん、そういう感じなんですね。非常に見ることの方が絵っていうのは多いんですね。で、描くことは本当に下手で構いません。幼稚な方がいいし、下手じゃないと見えてこないんですね。うまいと見えてこないんですよ。だからですね、小手先がうまい、小手先がうまくて綺麗に描けるということが、どんだけ絵画の上で恥か、どんだけかっこ悪いことかっていうのがよくわかると思うんですよね。非常に簡単なんです。適当に描いて、適当に描いて一つ線を引く。そうすると